宝箱がありますよ。近づくにはどうすれば。素材採取できる場所がありますよ。せっかくですから探ってみては。文字が読めます。何の情報でしょうか。読んでみましょう。各社様、付近に案内できる場所があります。よろしければ話させてください。確か忘れられたリムストーンが近くにありましたね。異界情報としてそこまで案内できますよ。私が先導します。もう道に迷う心配はありません。お疲れ様、到着のようです。この地域の専門知識を持っています。案内ならお任せください。さて、どこに向かえばよいでしょうか。こうしてみると我々の職は全て異なっていますね。互いに得意とする能力は違いますから、補完し合える良い組み合わせでは。ゴブリンがいます。今は弱点攻めに効果的な手段がありません。一車に乗れば比較的安全に移動できます。歩き続けるのも疲れますからね。遊んでやるよ。ここでの戦闘は避けたい。
そ見しがちなもので。後悔させてあげましょうか。各社様、見事な腕です。無事に飛んでこれました。一旦状況を整理しましょう。海辺にいる老人はなぜああして懲りずに沖を目指してるんでしょうか。私もそこは気になりますよ。時が進めば彼のことが理解できるのかも。
この付近に宝箱があったのを思い出しました。異界で得た情報ですが、案内いたしましょうか。話は聞いたわ。ありがとう、みんなのために戦ってくれて。おかげでみんな無事だった。あなたのおかげよ。ねえ、夜になったらまた来てくれない？あなたに見せたいものがあるの。学者様、付近に案内できる場所があります。よろしければ話させてください。来てくれたのね。じゃ、ついてきて。不思議なものね。生まれた地を離れてこんなに空が広いと知ったわ。あなたにはお世話になりっぱなしね。何かお返しができればいいんだけど、今の私にできることはそう多くはないから。でももしあなたが帰るべき場所が欲しいのなら、この村が、違う、この村じゃない。あのね、私自身がいつでもそうなるわ。あなたの帰るべき場所に。この村は絶対に守るわ。今度こそね。問題なく合流できましたね。いらっしゃいませ。クラーク殿に頼まれたフルビオ殿はバタルに住んでいるようです。フルビオ殿に会いに行ってみましょうか。ではその人のところまで案内を。道の分かる人がいると助かりますね。今夜の宿はこちらでいかがですか？またのお越しをお待ち。いらっしゃい。ご用は？どうです、見ていきますか？毎度あり。欲しいものがない時もありますよ。無駄遣いするよりはマシです。各社様は計画的なんですよ。
切れると思うなよ。遊んでやる。引き続けに戦闘ですか。やるだけです。全力で走ってますね。追いつけないですよ。さすがは各社様です。またもこの世界に。こんなところに牛が。無害な生物です。放っておきましょう。どうした。各社様、付近に案内できる場所があります。よろしければ話させてください。
ちに向かえ。はい、投げんな。こんな時にすみませんが、異界ごとにマスターの好みも違いますね。獣人ポーンを好むマスターもいました。人それぞれなのだなと感じます。やりましたね。さすが学者さん。まだ敵がいます。集中しましょう。うまくいきました。体調も万全になりましたね。やることはたくさんあります。目覚めの気分はどうですか？私の異界知識として、この近くの宝箱まで案内しましょう。よろしいですか？たまには牛車の利用も悪くないでしょう。魔物の少ない街道ですが、利用は日中のみですね。ついてきてください。休憩の直後にせん。お、仕方ありません。とはいえ油断は禁物。警戒を。
及第点と言える立ち回りができました。これに慢心せず次に備えましょう。何か見つかるでしょうか。行ってみて損はなさそうですね。私が拾ったものは各社様が優先してお使いください。連携でした。これは各社様、またこちらへ。お手各社様、何かお困りですか。
しますか。私がお手伝いします。よろしいですか。私がやります。ありがとう。お礼を渡すよ。どうぞ。ここなら珍しい素材が得られそうですよ。確かにこれは珍しいですね。今日も一日いいことがありそうですね。やることはたくさんあります。よく眠れましたか。
本当にあっという間ですね。辺りの様子は？ここはビョルン兵、戦いで勝ち残るならまずいい防具を着ることだ。そう。ボケチルト、ありがとう。また頼むよ。いや、元気だったかい？そろそろ弓の試練を受ける日が近づいてきてるんだ。この弓をくれた君にはちゃんと報告しておくのが筋だと思ってね。よければ君にも立ち会ってもらえないかな。エルフの世界に新しい風が吹くのを君に見届けてほしいんだ。でも一人でエルフの村に行くのは難しいかもしれないな。僕が案内した方がいいかもね。僕が弓の練習をしてた遺跡の近くに丸太橋があるんだ。それを渡った先で合流して、そこから一緒に村まで行けばいい。なんじゃね、お客かね。また来ておくれよ。あんた、あいつのどっかで聞いたような話の面白いもの。しかし妙に羽振り。先導中ですが、そちらに行くんですね。一旦案内は中断されますよ。各社様の意向に従いましょう。道案内はまた後ほど。使命なんて厄介ね、お互いに。あなたに聞いてほしいの、いい？悪いわね。次の話は。私、あなたが好きみたい。私はエルフ語がわかります。話者との対話で私の存在が役に立つでしょう。いよいよ弓の試練ですね。以前の遺跡のところに行ってみましょう。まだ明るいですが、睡眠の時。無事に帰還しました。貴重な体験を経て見識を広めることができました。皆さん、おはようございます。旅はまだまだ続きますから。よく眠れましたか？
決めかねるわ。よってらっしゃい、見てらっしゃい。伝説の語り部、アルバート様だ。もし俺様の話が気に入ったなら、酒で喉を潤すためのおひねりをいただくからな。世にも奇妙な謎解きと魔物が出てくる物語。牛車を見たら急に疲れを感じました。乗っていきませんか？歩き続けるのは疲れますからね。